人殺します。才能の原石どもよ。エゴイスト。おい、赤があって、あー、やっぱ赤が最後か。さあ、どうぞでーす。ということで、本日は久しぶりにフォールガイズやっていきましょう。パーティープロムナールというステージみたいです。邪魔なものだけでゴールまたどり着けやっていきましょう。まあ、数ヶ月ぶりのフォールガイズなんですけど、まあ、このゲームセンスの塊人間なんで、まあ、サクッとね、1位になっていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。ちょ、操作確認だけ先にさしてね。あ、オッケー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 。あ、これで、ぴょーんと。ちょっとね、今日のね、目標はですね、一人殺します。はい。勝つことは大前提として、やってないんですけどね、このゲーム。やってないんだけど、勝つこと大前提で、一人、やっちゃおうかなって。それぐらいまでやってこそセンスあるって言えるんじゃないかなということで、今日は潰しにかかります。ただまあファーストステージはあれだ、ファーストステージってさ27人とかしか生き残れないんだったっけ。そんなにあれだった、よいしょ、少なかったっけ。よいしょ、でこっちか。さすがに知らないマップぶすぎて、オッケーオッケー、そっちなの。お、危ない危ない危ない、怖い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 。で、スーギコギコはしません。スーッと、オッケー、ファーストラウンドクリア。ちょっと取れそれそれそれ。さあ、第2戦いきましょう。リリーリーパードラムでバウンドしてゴールを目指せば飛ぶだけです。これね、TikTok でね、バカ速いの見たことあるんですよね。そう、見るだけ見たことあるんだけど、なんか、ちょっと待って、俺、やってみたいことがあるんだよね。この、ジャンプするときに、ちょっと待てよ。さあ、そう、ジャンプするときにね、あ、一旦これ飛ぶか。なんかこう、あ、ちょっと待って、なんかね、こう、あれ？え、むずくね？なんかね、ぐるぐる、ぐる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 って、こう、ぐるぐるぐるって回ったら、なんか加速するみたいな、やつをね、見たことあるんだよね。ちょっと俺の低感度じゃできないらしい。あれは感度が速くないとできないのか。ああでもこ、ああこんなんこんなん、ちょ待って、いけそういけそういけそう。あ、やばいやばい、待って待って、普通に普通にやばい。こう、あー違うな、なんか惜しいけどちゃうな。ちょっと待って、結構まずいかも。もうゴールしに行くわ。オッケー、待って、そんな、ごめん、そんなバカな、そんな、ちょっと待って、そんな、余裕ぶっこいてる場合じゃない。ちょっと待ってよ。はい。ちょっと待って、え、やばい、どっからここ、あ、そこね、オッケーオッケー。いや、まだいける、いけ、待って、冷静。はい。え、どういうこと？ちょっと待って、はっ、これ無理じゃん、いけないじゃんこれ。ちょっと待って、どういうこと。待って、俺もこっちから行こう、もうダメだ、やばい、ちょっと待って、待って、お前待って、落ちろ、お前落ちてくれ、頼む、落ちてくれ。いきなりリベンジマッチができるとはね。リリーリーパーやっていきます。ちょっとごめん。さすがに、ナメペが過ぎましたね。やっぱまあ、ずっとフォールガイズやってる民しか多分いないと思うんで、ちょっと舐めすぎたかなっていうところですかね。次は油断しないです。ミスった。つかむわ、ごめん。R2 か。ごめん、ちょ、だから R2 って言ったやん！ここはどこなん？ちょっと待って、ここどこ？あー、またもうそうやって、もうふざけるからこういうことになるんじゃんか。よっ、よいしょー、よかった、落ちる判定ないならオッケーオッケーオッケー。今一気に越した、だいぶで、ここからジャンピングスライディングからの、まあ焦らないことが大事。ゆっくり一個ずつこんにちはして、はい。これが才能の原石。才能の原石でもよ。エゴイスト。ちょっと待って、おい、はめるな。ちょっと待って。こっちから、オッケー。
で26分の4でしょ。あでここはもう俺ちょっとごめん、ここだけ苦手分野なんで、これも端っこから行けば間違いないゲーミング部なのを俺はさっき学んだから、端から攻めて、はい、オッケー。でここよ。あー行かれた。くそ、やる、やりよる。お前もゴールしろ。ゴールさせる、邪魔させない。俺が敵を倒すことを邪魔させない、ゴールさせる。来るぞ。俺くっそ、やばい、危なすぎ。くそ、なんだよ、やんのか。いや、ちょ待って、しつこいわね。ちょい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 、あぶらぶら、よっしゃ、あぶらぶら、よっしゃ、あいつ落ちたんじゃねえの。じゃあそろそろゴールしようか。アリュー。まずファーストステージノルマクリア。トーナー第3ステージパズルパー、正しい出口に続くラインをたどろう。マジ意味わかんないです。あ、意味わかんない、どういうこと、何正しい出口をたどるって、全くもって意味わかんないんだけど、これただついていけばいいってこと。え、ガチでどういうことこれ。え、ついていけばいい。あ、でもなんかみんな分かってるっぽい。みんな分かってるっぽい。俺は全然意味がわからないんだけど、こんな岩は何は、なんや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 、どういうことや。あ、入ってる、入ればいい。やべえ、マジで意味わかんねえ、ついてくことしかできない。お前ら早く、あそこね、オッケー。とりあえずさっさと行け、とりあえずさっさと行ってくれ。なんでそこってわかるの。え、意味がわからないんだけど。じゃあ入るよ俺も。あ、いったー。せー、わからんときはついていきましょう、よくありますよね。ハイパードライブヒーロー、ホバーボードから落ちずにゴール前にたどり着こう。了解、よろしくお願いします。まあこれは落ちなきゃいいだけです、よろしくお願いします。あれ、でもなんか俺が知ってるやつと違う、なんだこれ。まあとりあえずそうだよね、進んでくタイプの、あぶれ、下からビームが下からビームが出てくる、はい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 。まあとりあえず落ちなきゃいいだけですから、あっぶね、あっぶね、ちょ、あっぶね。オッケー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 、最先端行きたい、最先端行って、で、はい、右側行く、もう左側先行っとく、見えん、オッケー。で12分の0、あ、でも今何人俺ら、え、今俺ら結構いると思うんだけどな、大半ついていけそう。あ、これ街なんだ。一応これ左側のそのパネルみたいなとこから行くこともできるけど、まあこのボードから行った方が安定ですよ的な、そんな感じでやってるってことね。はい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 。これさまあそういうこともできますと。むしろ敵をやるには非常にいいステージと言えるんじゃないでしょうか。これ危なすぎ、ちょっと待って待って、危なすぎる。よし、で、あ、やばくね、え、これどういうこと、ちょっと待って待って、何しよう何しよう、危ない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 、こっちへ行こう、安定卓取って、でそっち側なんかちょっと怖い、やばいな。いやでも まだゴールはまだか。いやでもゴールも割と近そうに見えるぞ、よいしょ、こっちこっちか行こう。え、ないんだけど足場が、
あいつらどうやって行ったの？その足場。まあ、だる。これいけるか？あ、いけるな。あ、これゴールだよな。オッケー！完璧！ちょっとよくわからんステージすぎる。でも次最後だよな、多分。絶対勝ちに行くぞ！さあ行くぞ！リングの呪い！やっていきましょう。ちょ、ぶっちゃけね、よく俺あるある。最終ステージまで行くけど、最終ステージで勝ちきれない男三つを。絶対殺す！お前らマジで、これはなんだ？赤色が最後なのか？黄色、赤があって、あ、やっぱ赤が最後か。何をしてんの？